今回はですね、7月22日の睡蓮の園の開花の様子を見つつですね、よくですね、皆さんから質問いただく睡蓮の、ね、ことについて回答していきたいと思います。まあ、皆さんから、ね、よくいただく質問で、睡蓮ね、今の時期植え替えていいのとか、まあ、真夏に睡蓮植え替えていいのとか、いつ植え替えていいのみたいなね、ことをよく聞かれるんで、そちらの様子を、様子じゃない、そちらのね、質問の回答と、あとはこちらのね、7月下旬の睡蓮の園のね、開花の様子とかをね、見つつ解説していきたいと思います。だいぶね、これ時差あって申し訳ないですけどね、もう多分アップしてるのが8月中旬なんで、1ヶ月近くね、あるんですけど、なかなか忙しくてね、タイムリーに動画上げられなくて申し訳ないんですが、このね、7月がね、本当に一番綺麗にね、たくさんの品種が咲いてますので、ぜひね、その7月のね、動画、開花の様子をね、見ていただいてですね、皆さんお気に入りの睡蓮あったらね、ぜひ購入していただいたりね、来年お迎えするね、睡蓮候補にしていただけたらなと思いますので、ぜひね、動画最後までご視聴ください。まあ、こんな感じでね、睡蓮の絵見つつ、解説、していきたいと思います。まあ、先ほど言いましたね、こう睡蓮ね、いつ植え替えていいのみたいなね、質問本当ねよくいただくいますし、真夏にね植え替えちゃって大丈夫とかもねよく聞かれるんですけど、まあ基本ね、睡蓮ねいつでも植え替えて、大丈夫です。もう真夏とかでもね、全然植え替えて大丈夫ですし、まあ自分が多分ね過去動画でおすすめしてる、まあ秋とかにも植え替えても大丈夫です。まあ一般的には春ですよね。春にまあ植え替えるのが多いと思うんですけど、まあそうですね、それぞれね利点一長一短あるんですよね。まあ一般的な春に植え替えるのはですね、まあ睡蓮がまあ成長し始めるのが春先なんで、その成長し始める前とか成長し始めですねに植え替えてあげることによって、まあ新しい土も入って肥料も追肥してですね、去年のね腐った根茎とか根っこを切ってあげることによって、よりね成長が促進されて、どんどんね成長していきますし、まあさらにですね、ちょうど睡蓮のね開花のねベストシーズン5、6、7ぐらいにちょうどね根付いて、ベストシーズンにね花をねたくさん咲かせてくれるっていうね利点がありますね。まあ4月植え替えとかだとちょっと5月だとギリギリかもしれないですけど、まあこれもね結構ねお住まいの地域によるので何とも言えないですけど、暖かい地域だったらもう3月2月、下手したらね2月とかに植え替えても、多分静岡県だったら2月3月ぐらいに植え替えちゃっても全然ね大丈夫だと思うんですけど、まあそうちょうどねベストシーズンにいい具合にね根付いて花ねバンバン咲かせてくれるっていうのがねいい点ですね。あとはまあ春などでね冬に比べれば気温も水温も上がってきてるので、まあそこまでねリスクはないかなって感じですね。悪い点としてはですね、早咲きの品種マニーレッド、サイアムニーフ、サランラップ、ピンクワンダーとか、あとカロニアナニューエラ、フーミンなんか、結構ねもう4月ぐらいからねバンバン咲いてくれる品種とかは、あんまりね春先に植え替えてしまうと、そのもうつぼみができてる場合があるんですよ。そうするとそのつぼみがダメになってしまったりですね、植え替えのダメージで、また植え替えのダメージでその開花時期がね、結構ね遅くなってしまう。本来はもう4月咲いてるはずなのに、植え替えのダメージによって4月で全然咲かなくなっちゃったりっていうのがありますので、早咲きの品種はですね春植え替えはあんまりねおすすめしないです。開花時期がね遅くなってしまったり、あんまね花咲かなくなってしまうことがありますので、そこはね注意ですね。あとは春先に植え替えることによって成長が早い品種ですね、めちゃめちゃ伸びる品種、それこそニーフとかラズベリーアーカンシェールとかね、その辺の成長がめちゃめちゃ早い品種は夏までにね成長しすぎちゃって、またね夏植え替えをしなきゃいけないっていうことがねあるので、その辺はね注意が必要です。次にまあ夏ですね。夏もよく聞かれるんですけど、夏とかね全然植え替えちゃって大丈夫ですよ。今の時期ね自分もねバンバン植え替えやってます。夏場の植え替え全然 OK です。まあ、夏場、まあ、植え替える利点はですね、こうやっぱりね気温が高いので成長がねめちゃくちゃ早いんですよ。あっという間にね成長しますし、ちょっとぐらいねダメージ負ってもすぐね葉っぱ出てきます。春とかねなかなか葉っぱ出てこなくて、大丈夫かなとかね、成長遅いなとかね、苔に負けちゃったりとか他の水草に負けちゃったりとかあるんですけど、夏場だったらねもう成長めちゃめちゃ早いですし、すぐ根付くので、まあ、安心安全にね植え替えできますね。夏にね植え替えする理由としてはですね、春先とか、まあ、春に植え替えたりして、
ある程度ね株が成長してきて、こう思ったよりめちゃめちゃ成長するじゃんとか、こう植えてる容器のもう壁に激突してそれ以上で成長できなくなっちゃった場合、多分ね過去の動画でも説明してるんですけど、もうね容器がパンパンになっちゃった場合とかは夏場にね植え替えてあげた方がいいですね。これとかね、まあ、こういうちっちゃい容器に植えとくとですね、どうしてもね、結構ねパンパンになってしまうことがあるんですよ夏場に。そういった場合は夏場にね植え替えてあげることによって、また秋とかね、まあ、夏だったら本当1ヶ月後ぐらいにまた咲いてくれるので、夏ね植え替えてあげるっていうのもねありですね。なんで予想以上にでかくなってしまった場合、脇芽とかがねいっぱい出てきてもう容器がねパンパンになってしまった場合とかはね、結構ね夏場に植え替えてあげるのがいいと思いますし、夏場ねほぼノーダメージで植え替えられるので、そこがねいい点ですね。悪い点はまあ別にそんなないですかね、そう考えると。ただその春にも植え替えて夏にも植え替える、で夏植え替えるとまあ翌年の春かまた植え替えなきゃいけないとかね、結構ね植え替えいっぱいしなきゃいけなくなる場合があるので、そこがねちょっと面倒くさいかもしれないですね。バンバンねスイレンが咲いてるので、ちょっとね一旦スイレンの解説をまたしていこうと思いますが、フェイマクドナルドがね、綺麗に咲いてますね。まあこんな感じでね、ちょいちょいこちらのスイレンの上の開花の様子も見つつ、植え替えのことについてね解説していきたいと思います。まあなんで夏はね結構ね植え替えに向いてるっちゃ向いてると思います。あ、これサイアムビューティーですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。このねこういう色とね花弁がねめっちゃ綺麗です。そうですね。で次に、秋なんですけど、こちらね今年植え替えしたね極小苗だったブラッシングブライドもね、あんなちっちゃかったんですけど綺麗に咲いてくれてます。で秋はですね結構ねおすすめですね。先ほどね話した結構ね早咲きの品種、まあ、マニーレッド、ニンフ、サランラップ、ピンクワンダーとはその辺の結構早咲きの品種、春にね植え替えちゃうとそういうダメージで開花時期が遅れちゃったり、これちょうどサランラップですね、遅れちゃったりですね、つぼみがねダメになっちゃう、あこれピンクワンダーですねのがねあるんで、春にね植え替えしない方がねいいんですよね。その辺となるとですね、秋にですね植え替えをしておけば春先植え替えなくて済むので、そのままねつぼみノーダメージ、かなりね早いスタートダッシュ切れるので、秋植え替えはねその早咲きスイレンはねめちゃめちゃ有効です。まあ早咲きじゃないスイレンでもね秋植え替えしちゃえば翌年のね春植え替えなくていいので、スタートダッシュがねめちゃめちゃ早いです。なんでもう4月とかからね4月5月からねバンバン咲いてくれますので、早咲きスイレンとかまあ普通のスイレンでもね結構秋植え替えがねおすすめだと思います。ただね秋植え替えの、悪い点としてはですね、まあ、秋例えば9月10月に植え替えるとですね、まあ、お住まいの地域にもよるんですけど意外とね成長するんですよね。9月植え替えだったら確実に10、11月とね結構成長しますし、あーこれピンクポンポンですね、めちゃめちゃ綺麗です。そうなんですよ、成長するので、その秋に9月10月に植え替えても春ぐらいになるとですねもう結構成長しててですね、こう結構ね根茎が潜っちゃったりする品種とか、結構ね動き回る暴れる品種はですね、もう容器がねある程度パンパンになってたり、こう根茎が成長点が潜っちゃったりする場合があるんですよね。そうすると若干ね花上がりが落ちる場合があるので、そこがねちょっと注意が必要ですね。まあそうですね、その潜っちゃってる場合はねちょっと掘り出してあげたりちょっとね改善してあげた方がいい場合もありますので、まあそうですね、できるだけ手加えたくない方は10月とかにね植え替えるのがいいと思いますし、まあ、これトロピックスターがねめちゃめちゃ綺麗に二輪咲きしてます。今期からね導入したアゾカン交配種ですね、熱帯スイレンと耐寒性スイレンのハーフのトロピックスターで、こっちもねアゾカン交配種のアウグキですね、めちゃめちゃ綺麗です。そうなんで10月植え替えとかの方がねいいかもしれないですが、まあお住まいの地域にねよりますね。まあ、静岡県だと結構あったかいので10月植え替え、去年ねニンフを10月ぐらいに植え替えたんですけど全然問題なく、むしろねかなり早いスタートダッシュを切れました。まあちょっとぐらいね潜っちゃっても咲くには咲くんですけどね、成長点、まあ、できるだけね成長点出してあげた方がいいので、あんまり潜っちゃうのはねちょっとねよろしくないですね。そこがねちょっと問題点ですが、まあそれでもね結構咲いてくれますよ、ちょっとぐらい潜っちゃっても。なので秋植えからね結構おすすめですね。9、10月ぐらいです。11月ぐらいにもね植えたことありますが別にね、問題なかったです。
本当にあとは寒い地域、まあお住まいの地域に本当によりますね。あんま寒い地域だとちょっと、ね、難しいかもしれないですね。こちらバンコク桜、こちらもね今季から初導入なんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。前にね多分サイアム桜とか咲いてたと思うんですけど、こっちはねバンコク桜ですね。こっちの方がちょっと大輪かな、どちらかというと。あでこちらもね今季から導入したサイアムサンストーンですね。いやめちゃめちゃねグラデーションがね綺麗ですね、サイアムサンストーン。なので結構ね秋植え替えは自分的にはねおすすめです。まあ過去動画にね秋植え替えの動画アップしてますので、気になる方はねぜひそちらも見てください。まあ、春植え替え、多分夏の植え替えは多分この前ちょっと前に出してると思いますし、で秋植え替えの動画もアップしてますので、気になる方はねぜひ見てください。こちらはね亜属館交配種の、ピンクシルクですね。こちらも綺麗に咲いてます。で冬植え替えなんですけど、冬はですね基本ね睡蓮、まあ、いつでも植え替えできます。で冬もね多分ねできると思うんですよ。こっちもピンクシルクですね。で自分はねただねやったことないですね。まあなんでかっていうと、まあ冬はねやっぱ活性が落ちるので多少ねリスクがあると思いますし、植え替えの時のねダメージ回復とかもね結構遅れると思いますし、まあ自分寒いのねあんま好きじゃないんで、冬寒い中ね植え替えたくないなっていうのもありますね。あれこちらタンポンですね。のでやったことないですが、視聴者さんでですね真冬確かね1月とかにね植え替えましたみたいな人がいて、でそれまたね大丈夫だったら報告してくださいみたいな言ったらね、後日春先無事問題なくね成長してくれましたとかね、枯れませんでしたっていうね、回答もありましたので、真冬もね多分ね、大丈夫にはね大丈夫だと思います。真冬もね多分植え替えできるので、基本的に水蓮ねいつでも植え替えできると思いますが、まあ、自分のおすすめは、まあ、春夏秋ぐらいでねやってあげるのがねいいと思いますし、あとは自分のね、まあ、先ほど言ったライフスタイルです。あとは水蓮の品種、早咲き遅咲き、どっちの品種かとかどの品種かとかですね、で合わせて植え替えてあげる方がいいと思います。まあね自分みたいにね真冬の寒い中植え替えたくないよとかね、夏場植え替えたくないから春先に植え替えるかとか、やっぱね春のスタートダッシュをね早くして花ねたくさん見たいから9月10月ぐらいに植え替えて春のねスタートダッシュを切るとかね、その辺はね皆さんお好みでやってもらえばいいと思います。まあ、自分はねこの量が大量にあるので、本当もう春から秋までね多分ずっとひたすらね何かしら植え替えを、してると思います。本当ねもう植え替え植え替えですね。こんな感じでねパンパンになっちゃってきてますのでね、こちらがペリーズダブルイエローですね。もう本当ねこの時期になってくるとですね、もう容器がパンパンになってくるので植え替えですね。あこれクイーンシリキッドですね。めちゃめちゃ綺麗に咲いてます。これがね花上がりがねそんな良くないんですけど、めちゃめちゃ綺麗なんですよね。めちゃめちゃね綺麗なね花が咲きますし、この亜属館交配種はね珍しい、形の花ですよね。花弁がねめっちゃ独特で綺麗じゃないですか。めちゃめちゃ綺麗ですよね。あこちらもね今季から導入したオーサムですね。こちらもね大輪でねめちゃめちゃ立派な花咲いてます。でこちらがチャットラットですね。チャットラットがね結構早起きなんですよね。でもこれは綺麗に開いてますね。ちょっとねピンクの斑が入ってねキメラっぽくなってますね。手前の方、白の斑斑が入って綺麗に咲いてますね。他は、何が、あこれラッタナウボンですね。こちらはラッタナウボン、いや白が綺麗ですね。このねほんのり薄ピンクなの分かりますかね。薄ピンクが入っているのが、これがねまた綺麗ですね。真っ白じゃなくてほのかにね薄ピンクですね。この時期になるとね若干ですがアザミウマがねちょっと減ってきてですね、前よりはね、結構ね綺麗に咲いてくれます。こちらがミスサイアムですね。まあなんでそんな感じでね基本水蓮をね植え替えいつでも本当、大丈夫ですので、皆さんね気になさらずねバンバン植え替えてあげてください。ただ冬場ですね、冬場と真、まあ、冬はねあんまりおすすめしないかな自分的には、まあ、それ以外だったらね本当、いつでも植え替えできますので、ぜひね自分に合った植え替えやってみてください。本当ね、もう春夏秋とね全部植え替えのやり方全部動画アップしてますので、ぜひね、参考にしてみてください。ペリーズオレンジサンセットもねいい色で咲いてくれてますね。本当ね7月ねめちゃめちゃ咲いてますよね。本当ね咲いてくれて嬉しいですね。こんだけ咲いてくれるとね嬉しいですね。こちらシャーレンストロームですね。こっちねやっぱねいい匂いがするので虫が寄ってきてますね。シャーレンストロームはねほのかに香りします。こっちねペリーズダブルホワイトですね。
ベリーズダブルホワイトもね、ほんとね、よく咲いてくれますね。めちゃめちゃよく咲いてくれます。でこちらがね、今回の目玉ですよ。これすごくないですか。これ体幹セスレのタンポンなんですけど、四輪咲きですよ。これ四輪咲きですし、このね、このフォーメーションすごくないですか。この四輪のこのフォーメーションやばいですよね。4つ1234、これやらせじゃないですよ。本当に勝手にこうやって咲いてたんですよ。多分この左123が開花初日で、右上のやつだけが多分2日目かな、開花。おそらくそうですね。いやー、めっちゃ綺麗ですよねこれ。いや、めちゃめちゃ綺麗です。いやー、これがね多分2日目ですね。この辺がね、この3輪が多分ね開花1日目なんですよね。これとこれとこれですね。この3輪ですね。これがね、開花1日目で、めっちゃね綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗に咲いてます。オオカもね寄ってきて、いやー、これめっちゃいいな。これね今日一ですね。このタンポン、タンポンがね4輪咲いたのね初めてですね。まあ、タンポンね、比較的花上がりよろしくないって言われますけど、我が家ではね結構咲いてくれますね。我が家はそうですね、咲いてくれますよ。まあ他の品種に比べるとやっぱね、大輪で八重咲きなので、若干ねバンバン咲くっていうよりはちょっとね時間がかかりますが、それなりにね、でもね咲いてくれます。こちらサイアムピンクムーンなんですけど、こちらもねめちゃめちゃ綺麗ですね。今季からね導入したスリンなんですけど、これもね、この淡いピンクがねめちゃめちゃ可愛くないですか。サイアムピンクムーンいいですね。これねいいですよね。ちょっとね増やしたいな、これ。これ頑張って増やします。多分来年はねちょっと販売できるか分かんないですけど、ちょっとね増やしていきます。めちゃめちゃ綺麗です。ちょっとね形がいまいちですが、今後ねまた綺麗に咲いたのもありますので、またねその辺の様子はアップしていきたいと思います。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当ね、皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またね、ヤフオクでスイレンや水生植物、購入してくださった方もありがとうございます。今もね、ヤフオクでスイレンや水生植物絶賛販売中ですので、ぜひね、ヤフオク数のメダカスイレンビオトープ、検索してみてください。ちょうどね、今日は出てこなかったんですけど、今季初ですね、ビオリシャス、アゾカン交配種の紫のスイレンなんですけど、そちらね、今、ヤフオクで出品してます。今季初出品ですし、まあ、ちょっとね数量がどんぐらい出るかまだ分かんないので、数量限定で、もしかしたら本当1、2輪1輪じゃない1、2株、1株2株3株ぐらいかもしれないので、気になってた方はね、ぜひ購入してみてください。またね SNS 等でね開花報告もしてくれてですね、本当ね嬉しい限りです。ぜひね今後ともよろしくお願いします。ではまた。